ブ始まってなかったでしょ。それは誰も見に来ないよね。今ね、すでに10分ぐらい喋ったんですよ。10分ぐらい喋りまして、後ろのうちの屋根がなんか雪が積もってるように画面では見えるとかね、一生懸命喋ってるんだけど、あれ誰も来ない、なんで来ないんだろうってね。これまた15分過ぎちゃってますから、あ、15分過ぎてもやらないっていうことはやらないんだなって断念されちゃったかもしれませんね。あ、よかった、一人来てくださいました、ありがたいことでございます。あの、もうファクト、事実をありのままに言うと、6時13分ぐらいにこの場所に来まして、でこの iPad、Facebook アプリを開いて、あの放出してるつもりだったのに放出ボタンを押してなかったので放出されてなかった。もう事実はシンプルですよ、極めてシンプルですね。でさっき言ってたのが、その脳には、全身を回る血流量の 10% ぐらいの血液が回ってる、ほどほど作用に脳というのは栄養素を必要としてるっていう話もしましたし、もう一つは人間の脳は割合怠け者のところがあって、物を見て、あ、こんなものが映ってるな、見えてるな、これ全てね、見て、今リアルに見てるものだけじゃなくて、その記憶の引き出しにあるものと照らし合わせて、あ、もう見たことあるものっていうのはその記憶から引き出してこうね、こう置き換えちゃうわけだ。だからお化けを見たりとかね、さっき一生懸命話してたけど、皆さん聞くことができなかった、屋根の上に雪が積もってるように見えるっていうのは、私の記憶の引き出しからそれが引き出されて現在に見えてるものに、こうね、こういうまあイリュージョンというか、そういうことですよ。で予告編ではその明治のバーチャルリアリティ、明治のバーチャルリアリティということをテーマに話しますということを書いておりましたので、そこに行かないとね。あのですね、何かというと、明治時代に連続劇というものありきなんですよ。これ何かと言いますと、演劇と、ね、ステージの上で劇をやる演劇と活動写真、映画の融合なんですよ。融合なんですよ。でこれは同じ俳優さんが舞台の上にも出てるし、俳優さんがふっと引っ込んだなと思ったら、この映画がね、客席の方が暗くなって映画が映し出されて、だから舞台の上で俳優さんが、それではいざ出発するとしようかとかって歩いて下手に行ったと思ったら、映画が始まって、その映画の中でその俳優が今度はまあ正面から映ってるとかね、映画ですからいろんな映し方ができるわけじゃないですか。クローズアップもできるし、だからこれあの舞台ではクローズアップできないんですよね。クローズアップっていう手法が使えないわけですよね。ところが映画っていうのはクローズアップとか、あるいはその人物が歩いてるところ、主人公が歩いてるところを上から撮るとかね、またもっと俯瞰して実はジャングルの中を歩いてるんだとかね、でジャングルの様も一緒に映し出してるとか、今度は横の方から俯瞰して、で今度は水のあるところをジャブジャブ水がジャブジャブ立つとかね、これってまた舞台でまあやろうと思ったらできなくはないけど、限りなくハードルが高いっていうか、膝までね水に浸かってそれでもぐん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 歩いていく、映画だから容易にそういうのを撮って映して再現できるけど、舞台の上でそれやろうと思ったら、また遠くにいる客って見ててもよくわからないんですよね。
体何が来ない、映画だったら一目瞭然ですよ。一番後ろのお客さんまで大きなスクリーンで、あ、今膝まで水に浸かりながら歩いてるんだってね、そういう風に。でその場面が終わったらまた、でその当時はですねサイレントですよ。ビサイレン、ビサイレン、ビサイレン、ビサイレンって言ってるんで、これはね、あのサイレント映画ですからして、ですからして、そのセリフを映画の中で喋ってる声は舞台の上にはいない、裏にいるその俳優さん当人がね、あーこんなに水が湧いているとは思いもしなかったとかね、そういうセリフを言うわけですよ。で今度は映画が終わったと思ったらパッと舞台が明るくなって、また俳優さんが出てきて次の場面を始めると。これがね称して連続劇、連続劇、すなわち舞台と映画の連続、そういう劇、連続劇。これがですね、そういうのがあった10年か20年やったんですかね。で連続劇の実態はあんまり知られてないようで、資料もあんまり残ってないようで、でも私たまたま見つけちゃった。明治時代に活動写真というものがね入ってきて、これまで舞台をやってた人がみんな脅威を感じたわけじゃないですか。結局お客さんが椅子に座って見る、そういう芸術ですよね。映画が発展したら映画に取って代わられちゃう、自分たちの演劇が見られないんじゃなくなるんじゃないかって危機感を、非常に演劇人ね、いろんな種類の演劇ね、新劇とかも明治時代に始まったの、新劇について調べてないから語りようがありませんけど、どんな劇であっても、まあ映画はすごい商売がたきね。で映画というものが、これは確かにね、偵察に行ったらすごい、うん、そこで編み出されたのが連続劇なんですよ。これ結構ね全国展開したみたいで、連続劇の制作版元の大きいのが東京、それから大阪にあったみたいですね。だから一時期一世を風靡したわけですよ。なんか面白いもん見に行こうか、じゃあ今連続劇ねやってるから、あ軍艦なんとかなんとかってのやってるから、じゃあそれ見に行くべっていうことでね。それはもう映画と映せば軍艦の上の風景であろうが、海の上の風景であろうが、何でも自由自在ですよ、ね、だから結構大流行りした。ところがそのものの資料、まあ資料といってもインターネットに出てる記事によると、やっぱりその映画に娯楽のね大きな部分が移行をしていく裸駅に現れたものに過ぎずっていうことでね、映画としても中途半端だし、劇としても中途半端だしっていうことで、やがて廃れていった。ところがね、調べたらね、沖縄ではね、その連続劇っていうのが本土とは違う展開をどうも見せたようで、あの戦後も連続劇作っで、それをやるのにその渦政撮影所から、まあ沖縄の人たちもプロなわけだけど、映画手だれの映画監督を呼んで作ったから、クオリティも高いし、またその仕事をやった人の中から、まあ SF 映画であるとかね、非常にその優れた監督が沖縄の演劇ないしは映画、演劇ないしは映画シーンからレギュラーって、ちょっと名前が今ねパッと出てきませんけど、ということでもう29分なんですよ。でお聞きになってるあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福の守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、月曜日最初の日刊生放送、私のお届けによれば
あと半まで40秒ですね。いいね花火がボコ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 っと上がってですね、バーチャルリアリティ、明治のバーチャルリアリティっていうのはそのリアルが舞台の上で演じられる演劇で、バーチャルは映画ですよ。だから袖の方に歩いていった俳優がバーチャルな映画の画面の中に現れて、しかもその姿がクローズアップされたり、上から撮られたり、後ろから撮られたり、大写しで、そういうのがあったっていうこと。それでは失礼いたします。お聞きいただいて、あ、コメント欄。